何するの？でドッジボールするらしい内容が。あの喧嘩じゃないよ。さっき言ってたでしょ。ドッジボールするらしいよ。で蹴りつけるらしいよ。ハートラブだよ。で喧嘩期待してる人もつまんないと思うよ。相撲でいいじゃん。誰？知らない人。は？あ、知らない人いたよ。何これ？ゼロワンいます？え？気づいてるのにいますとか言ってるよ。無視する？席別？会いに来たんじゃないの？え？ビビってる？俺いるのに。え？勝った？戦わ。勝った？どういうこと？ナオタクさん。ナオタクさんどういうこと？ちょっとあの灰皿いいですか、中マスター、はい、灰皿、はい、灰がこぼれちゃうっす。あ、はいはいはい、灰皿いいっす。ちょっとあとで、あとでちょっとね、あのジョロワンさん、あとでちょっとお金を取って。何何ハトにピキってる。すぐピキるよ。だからブロックされた人いない？みんな。あ、ここいいっすよって。あれなら。いや、あのなんか一旦。あ、もっと一旦ね。一旦。一旦。あ、どうせどうせこう。すぐブロックされてると思うよみんな。ね。つべら行く？荒れることするの？怖いんだけど。怖いね。何しに来たんですか？2時に声かけてくれるのかな？コンクリって2時。2時まで待ってるの？アイテム？大花火が嬉しいかな。にゃんとか言って。可愛いと思ったら。オッケー。いいの。あ、バルーンがいいかな、バルーン。バルーン。ありやす。うーちゃんじゃん。うーちゃん仲直りする？フォローしても。フォロー。フォローしてよ。
を引き継いで俺が、うん、腕綺麗ね、毛ボーボーだよ、毛深いよ、緊迫してますね。あ、バルーン、ありがとうね。ラブだよ。ヒカル怖い、怖いみんな。パパ？はい。あ、働くパパじゃん。遅くなりました。どうもどうも。さっきすいません。いえ、とんでもないです。実質例があったら謝って。いやいや、みんな謝って、さっき。パパだよ、パパ。最近生きっちゃったから。え、生きっちゃったから。いやいや、全然全然。プロレスって分かりますよね、うん、配信上だから。分かります。あー、冷静。全然大丈夫。誰かと違ってピキってないわ。なんでピキるんだろうね。パパ、すごい、さっきの。大したこと。大したことない。本当？全く。でも中にはピキる人いて。あ、本当？中には、ピピキルさんがいるから。あ、ともちゃん、お花ラブだよ。トリマナイス、ありがとう。なんでピキるんだろう、ピキルさん。電話しようかな、もう直接。なんで煽るんだろう、面白いから。面白いからっていうか、頑張ってほしいからだよ。うん。好きだからだよ。あー、うーちゃん、ありがとう。うーちゃんも仲直りしたね。フォローしないけど。ビビるつうか、何しに来たの、何時か分からん。ねえ、何時にピキる、パパ越しに、ね、ライバルが来て、俺がこれ 店出たらどうなるの、出てたの。で、呼んだとして来て始まるんじゃない？始まらないじゃん。ねえ、何してるの？始まるでしょ。そうなの。ね、やる気満々だった。あ、10個ありやすい。2時まで待つ。俺から、俺から歩み寄らなきゃいけないの、ね、準備運動、どんな準備運動してるの。天狗じゃないですよ、リスナーさん、謙虚にやってますよ。何がそれ、謙虚にね。シャドーボクシングしてた。仲間いるだろ、リスナーが。いらねえよ、一人で十分だよ、うん、ねえ、天狗じゃないですよ。どこが天狗なの。天狗ならブロックするよ。していいじゃん、しつこい人。48号とか俺全部把握してるからね、コメント、うん、
はようございます。あーよっちゃんありがとうね。ありがとうよっちゃん。バルーン、ほっとく、ほっとくか。来ても何もね、あれだし。3倍目ピキルさんはほっとこうかな。プロレス通じないし。ピキルさん、うん、おー花火ありますね。あ、ふーちゃんありがとうね。ふーちゃん、あのイベント終わっても顔出してくれると安心する。うん、嬉しい嬉しい。ピキルどこ、ピキルさんここにいるよ。ハートさんありがとう。あのスパチャ投げてあげて、誰かスパチャ。あ、電話くだらなくない、うん、ビビったら逃げるよね。俺ドーンと構えてるぜ。ドーンと01いらっしゃい。あー、エルちゃんありがとう。エルちゃんもね、ありがとうね。ちょっと粘着されてて400円のハート花火。あー、ウーちゃんラブだよ。ラブラブ、ありがとうね。2時まで待つよ。死にきそうな。みんなさ、配信しててさ、俺に電話でさ、今から来いよって言われて来る。リスナーさん来る。タクシーに乗って、あ、喧嘩なら行く。何する、本当に喧嘩する。怖っ怖っ。行くっていう人いいよ、来て、うん、1人ずつ相手するわ。1人ずつ。俺立ち去ったら知らん、逃げたとか言うんじゃない。俺は逃げない。この400円で朝まで粘るよ。普通に喧嘩するけどいいの。君年いくつ。え、成人してそんなこと言ってるはず。いくつ304号さん。うわ、元ボクサーだけどいいとか恥ずかしい。大人の喧嘩ってここだよ。これね、分かる人分かる、うん、殴り合いするのは中学生まで。正解でしょ、うん、あの元ボクサーだからとか関係ないよ。喧嘩3000戦無償だけど、埼玉のタイソンじゃない君。3000戦3000勝は匂い嗅ぎつけて見に来たか。埼玉のタイソンが久保くしジム行ってるの強そう。勝てないわ、戦ったら戦ったら勝てない。でもめちゃくちゃなことやって大して枠が荒れてないってね。葵ちゃんと楽しくラーメン食べれるって
その時点で勝ってるの分かる。めちゃなくちゃなこと言ってても言うほど影響がないっていう。でもつまらんのよ。声かけに来いよ。そのために来たん、何しに来たんだよ。待ってるんだけど。何のためにツイキャス切ったのよ。俺ツイキャス見てたらね、やっとついたのに切られたらえってなるよ。俺なら、ね、俺の絶対切らない。俺なら絶対切らない。森とね、森山東中、うん、日曜ナンバー2やってました。森とで、うん、で中学校2年生の時に、あの俺の学年の5人グループで中3の廊下を歩いて、おい挨拶しろっつって、もう中3っつうか学校閉めたんだよ、中2の時に、うん、それぐらいで口喧嘩っつうか、やるっつって、今日から俺たちがあの仕切るけどやるって言って、確か中3のクラスが5組ぐらいあったんだけど、あの1軒ずつ回って、謝らせていったね。そっからもう中学仕切ったね、俺たちが。嘘ばっかじゃないよ。それぐらいイケイケだったんだよ俺ね。ヒカルスパシャのことで頭がいっぱい。正解。よく知ってるね、ヒカルのこと。詳しいじゃん。で、あの隣の中学校の周りのやつらにも俺の名前はね、知れ渡ってたね。知れ渡ってた。後回しだよ。スパチャの話してる。スパチャの話。なんでなの。何してるの。お前何しに来たの。俺メインじゃないの。何しに来たの。3番目ピキルさん、スパチャ気にして金儲けに来たの。話しかけない。話しかけてるじゃん。何しに来たの。ピカルじゃん、ピキルね。何度も撮り直してる。呼んで来て何してるの。じゃあ教えてくれる。漫画でも何でもそうじゃん。呼ばれて行ってやるわって来たら、登場した瞬間からおい01と何ふざけたこと言ってんだって始まるんじゃない。違う。なんで呼ばれて席開けて座ってるの。